コビンル・ガイ・ジョーンズは、アメリカ合衆国ミシガン州デトロイト出身の、元サッカー選手で、元アメリカ代表、現サッカー指導者。現役時代のポジションは、サイドハーフ。プレミアリーグのコベントリーシティ FC でキャリアを開始後、カンピオナーとブラジレーロの CR ・バスコ・ダガマを経て、1996年から、新設された母国のメジャーリーグサッカーを支援するために、 ロサンゼルスギャラクシーと契約して、以後、2007年に引退するまで11年間に、渡って在籍した。また、アメリカ代表としては、歴代最多出場記録保持者であり、アメリカサッカー殿堂の一員である。現役引退後は、かつて在籍したギャラクシーでアシスタントを務め、2011年から、ニューヨークコスモスのアソシエイトディレクターを務める。ユースミナミカリフォルニアで育ったジョーンズは、 5歳の時に、ウェストレークビレッジにあるエイワイスでサッカーを始めた。ウェストレーク高校を卒業後に進学したカリフォルニア大学ロサンゼルス校では、当初非奨学金選手だったものの、オールファーウエスト3回、UCLA 最優秀、オフェンシブに回される等、卓越した技術を示して、最終的に奨学金制度を勝ち取った。また、1991年度の、 NCWA 男子ディビジョンアイサッカーチャンピオンシップでは18アシストを記録する活躍家乱者によるオールアメリカ2軍に選出されており、1992年秋にはドイツ一部一 FC ケルンの訓練に招待された。なお、UCLA 在学中はラムダカイアルファのフラタニティだった。プロ同胞、ロイ・ウェガリーが所属する。 イングランド一部のコベントリーシティ FC と1994年8月9日に1プラス1年契約を締結し9月15日に労働許可証が付加されて正式に加入が決定する初出場を飾った翌16日のリーズユナイテッド AFC 戦で先制点をアシストするとさらに持ち前の快速で仕掛けたことによりペナルティーキックを獲得すると 全得点に絡む活躍で、チームの1994から95シーズン初勝利に貢献し、11月19日のノリジシティ FC 戦でコベントリーでの初得点にして決勝点を挙げた。翌年のコパアメリカ1995で見事なパフォーマンスを見せた後に、ブラジル一部の CR バスコダガマと契約するも、わずか数ヶ月過ごした後、 新設されたメジャーリーグサッカーに参加するため1996年3月にロサンゼルスギャラクシーと複数年契約を締結し開幕戦である4月13日のニューヨークニュージャージーメトロスターズ戦で37分にクラブ史上初得点を挙げた1998年シーズンにはリーグ全体で2番目に高い51ポイントを記録する活躍と代表での活躍から MLS ベストイレブンのみならず US サッカー、アスリート・オブ・ザ・イヤーに選出されている。2005年には1996年のリーグ、創設時から同じチームでプレーし続ける最後の選手となる。2007年3月19日にシーズン終了後に現役引退を表明し、10月21日に現役最後となる試合に出場。 クラブは背番号13をクラブ史上にしてリーグ史上初となる永久決番にすることを発表。ギャラクシーで306試合70得点を記録し、1996年から2003年までの8年連続で MLS オールスターゲームに選出された。アメリカ代表として1992年9月3日のカナダ戦で初出場を飾り、10月19日の コートジボワール戦で初得点を挙げて以降、チームの主力として活躍し、1998年2月10日の1998コンタカーフゴールドカップでのブラジル戦で、同代表最年少となる27歳での通算出場数百試合目を達成した。2000年にはマルセロ・バルボアが保持する、同代表の歴代最多出場記録を塗り替え、 最終的に2004年のエルサルバドル戦までの間に164試合まで記録を更新している。FIFA フフワールドカップでは 1994FIFA フフワールドカップ、1998FIFA フフワールドカップ、2002FIFA フフワールドカップの3大会に出場し、コンカカーフゴールドカップでは、2000コンカカーフゴールドカップで、ベストイレブン、2002コンカカーフゴールドカップで優勝を経験。 また、1992年のバルセロナオリンピックにも出場した。コパ・アメリカ1995に出場した時には、脱色したドレッドロックスの髪型とコビ・ジョーンズがエスコビランに類似した発音のためにアルゼンチンの解説者からエル・エスコビランとの愛称で呼ばれたことで、一躍南米で人気選手となった。2007年11月9日にルートフリット監督の下で、 ロサンゼルスギャラクシーのアシスタントコーチとなることが発表された。その後、フリット監督が解任された2008年8月11日から暫定ながら監督に就任し、ブルース・アリーナ監督が就任するまでの間を指揮した。サッカー選手以外の活動としては、MTV でメガドセの司会者を3年務め、ビバリーヒルズ高校白書に仮を出演している。また、 1994FIFA ワールドカップ前にニューズウィークの表紙を飾った。2009年9月12日に長年のガールフレンドのキム・リースと結婚した。音楽コンサルタントと音楽プロデューサーとしてニューラインシネマに勤めているリースとは2003年に出会って2004年から付き合い始めた。二人はカール・スワットのフォーシーズンズリゾートアビアラで式を挙げた。 2011年3月11日に、それまでの功績が称えられて、アメリカサッカー殿堂に選出された、アメリカ合衆国代表ロサンゼルスギャラクシー。ありがとうございます。